すいません駅員さん、はいどうされました。新書ください。こちらになります。遅れてごめんなさいね。ありがとうございます。それじゃあこの連立方程式解けた人から持ってきてください。失礼します。お、来たな吉沢。電車の遅れです。知ってるよ、 JR が5分遅れてたもんな。これ遅延証です。はいよ、お願いします。吉沢ちょっと待て。何ですか？授業に遅れるって分かってて学校まで急いで来たか？え、はい。本当か？はい、普通に来ましたけど。インスタ見てたろ。え、お前のインスタが1分前でオンラインになってたんだよ。遅れるの分かっててダラダラ来たんだろ。ああ、すいません。いいかお前ら、俺はお前らの SNS を全てチェックしているからな。監視しているからな。え、日向と影山、お前ら付き合ってるのはいいけど授業に影響が出るから遅くまで電話すんなよ。かわいそう。あと LINE のグループ、先生が入ってるグループの他に先生がいないグループもあるよな。俺は全部知っているからな。話の内容も理解しているからな。あまり勝手なことをするなよ。やべえこの人。ってことで今日からここ3年3組のみんなは先生に一度発信しようと思った内容を送り、先生の合格が出てから発信の許可をする。いいな。稀に見るモンスターティーチャーだ。日向と影山、日向と影山、日向と影山。